はようございます。スロマガのジンです。本日は超速設定6実践ということで、打つ機種はこちらです。主役はゼニガタ3、まあ、こちらを打っていきたいと思います。で、設定6を、打っていくんですけど、自分がどの辺に注目して打っていくか、あとは設定推測要素などを説明しつつ、自分は設定1を、ショールームで打っているので、設定1と設定6の比較なんかをして、どの辺に注目したら6は見抜けるのかっていうのを、伝えていければなと思います。ということで、打った結果を、最後数値でまとめるので、そちらを見ていただいて、設定6だったら、こんな風になるとか、この辺に注目したらいいっていうのを見ていただければなと思います。それでは早速実践の方に行きたいと思います。はい、では実践の方を始めたいと思います。そうですね、とりあえず通常時は、チャンスを目指すゲーム性なんですけど、基本打ち方は左からですね、ペナルティあるので左から打つ感じで打っていきましょう。で、朝一っていうのかな、その、有利区間移行時は特に、そう恩恵とかないんですけど、モードが A から超天国まであって、そのどこが選ばれるかで天井は異なりますね。で、おそらくですけど、これもう予想がいきなり入っちゃいますけど、設定6は多分モード A が選ばれにくいんじゃないかなって予想してます、僕は。っていうのは、一応設定1から6でチーゼット確率段階的に設定差があるんですね。250分の1から227分の1ぐらいの設定差があるんですけど、その設定差っていうのが何で生まれるかっていうと、おそらくはモード移行率でね。モードの見抜き方っていうのがね、ちょっとまだ自分ホールでしっかり打ってないんで分かんないんですけど、一応ゲーム数のこの400、600、800っていうところで基本的に前兆が来るのがモード A だと思われます。で、300とかちょっと変なところで前兆来るものが B だったりするんですけど、ちょっとそのあたりが見抜けるのかっていうのもちょっと実践しながら、確認していこうかなと思います。で、一応ね、設定推測していく上で、今最初に CZ 確率250分の1から227分の1という話をしたんですけど、それ以外っていうか、CZ の突破率の方に設定差があるんですね。それが 56% から 68% ぐらいの設定差があるんですけど、どっちもそこまで設定差がないなっていう印象なんですよ。250と227の差って、多分終日ってもそこまで大きな差にならないし、 CZ の突破率も多分終日って2回とか3回ぐらいしか変わらないんですよね。なので僕はその2つを合わせた数値っていう、シンプルに AT の初当たり確率っていうのをパチマガソルマガフリーの方でちょっと算出してみたんですね。大体の AT 当選率っていうのが設定したと446分の1ぐらいになるんですよ。これ解析とか出てるわけじゃなくて自分が勝手に算出した数字なんですけど、なので AT の初当たりを、333分の1から446分の1っていう風に考えて推測していくのがいいかなって思ってます、自分は。そのチャンスゾーン突破率とかチャンスの確率を一個一個見たところで別にそんなに大きな差にはならないので、まとめて推測要素として使えばいいかなと。で、強チェ引いたので短縮するかな。これで演出成功でこの短縮をゲットしていくんですけど、これをゲットすることで内部ゲーム数が途中で一気に進んでいくんですよね。で、最初のチャンスが181ゲーム、内部ゲーム数での181ゲームになるので、これが天国での天井ですね。
で、天国でも 50% ぐらいは当たるって言われてるので、設定1でもそれぐらいの数字で当たると思われます。なので、まあ、まずはそこに注目ですね。で、このゼニガ単色をここにストックしていくんですけど、その内部的にその181を踏むときにこれが放出されていくんですよ。なので、これが例えばゼニガ単色内部的に30ゲームとか持ってたら150ゲーム近くになってこれが解放される感じですね。押し順の2枚役と、まあ、押し順役の合算みたいなのがあるんですね。で、それっていうのはダーウィンを入れてると勝手に数えてくれるので、それをするのが一番いいんですけど、それがね、17分の1か18分の1みたいな、多分それぐらいの分母で1ぐらいの差があるんですよね。めちゃめちゃ当てになるってわけではないんですけど、長い期間打ってれば多少当てになる数値になってくると思うので、まあ、ダーウィンは絶対入れた方がいいですね。で、あとはそのクイックスタートとかでも仕込んどくだけでダーウィンって他の人のデータを見れたりするんですよ。なので設定推測を、まあ、自分でしていなくてもダーウィンを読むことで分かることも結構あったりするので、まあ、平和オリンピアの台は割とダーウィンをしっかり活用した方が高設定を積もれる可能性は上がります。で、今おそらく181ゲームのところの前兆が始まってますね。はい。で、これがまあ、いわゆるゲーム数の前兆で、ここでゼニガタイムのゼニガタイムに入るときにこのゼニガ短縮を使って、今内部ゲーム数がこれで1ゲーム進めて193じゃないですか。で、これが181ゲームのところの前兆になります。この181ゲームのところの、まあ、前兆は天国での前兆なんですけど、多分そんなに設定差はないんじゃないかなと思っています。ほぼ一律かなと予想してます、自分は。あんまり強くなさそうですけど、はい。で、まあ、これ天国は抜けちゃいましたね。で、この後はどこで前兆が来るかっていうのでモードの推測をしていく感じですかね。で、あとは朝1だけ多分設定ここだけゲーム数天井が480ぐらいかなに短縮されるので、一応少しだけ当たりやすくなる朝1は。まあ、ちょっとややこしいのがね、あとその内部ゲーム数でモード A が例えば999は天井じゃないですか。ただ実ゲーム数天井っていうのもあって、それがねちょっとややこしいんですよね。で、実ゲーム天井にしかも設定差があるんですよ。その300ゲームとかで当たるのに設定差があったりするんですけど、気をつけなきゃいけないのは実ゲーム数天井で当たった時にそれをなんか謎当たりみたいな解釈をするとちょっと危ないので、それは例えば CZ 直撃っていうのがまだあるんですけど、それと勘違いしたりするとちょっと危ないですね。チャンスゾーンの直撃っていうのはすごい設定差があるところなんですけど、これは1万4000分の1から5万分の1ぐらいの設定差があるんですね。で、それは基本的に通常時タイプラが出るのかな、多分放送より停止した時にカシャ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 みたいなタイプラが出て当たるパターンがチャンスゾーン直撃なんですよ。なので変なゲーム数で当たったから直撃っていうのは違います。それは仮天井で仮天井、実天井に引っかかったとか、まずはそういうのを考えた方がいいですね。さて、間もなく実ゲーム数天井を迎えると思います。はい、まあ、前兆が始まりましたね。
480ゲームプラスアルファなので、シンプルに400ゲーム、480ゲームプラス多分32かな。でこれはあの天井を踏んでるので、なんかそうこういうのをあの謎当たりと勘違いしちゃいけないんですよ。そうだからちょっとね紛らわしいんですよね、その実ゲーム天井と内部ゲームそれでの天井。はい、まあ、内部が750ですけど、データ上はいくつでしょうか。510ですね。で、まあ、ここからチャンスゾーンですね。でチャンスゾーンの突破率に設定差があるんですが、まずはその前に注目するのが有利区間がリセットされるか継続されるかっていうところで、ここから、まあ、チャンスゾーンの前半が始まります。でプラム5回揃えて後半に移行するんですが、まあ、まずは4回消化します。でその4回、5回消化するし終わるタイミングかな。で有利感が切れる可能性があります。でまずはちょっと一旦そこに注目しましょう。であと1回で、これで有利感ランプを見ます。で有利感ランプは切れてないんですよ今。なのでこれは有利感が継続してます。で、こっからは、まあ、チャンスゾーンが始まるわけですけど、設定差があるポイント、こっから、まあ、いろんなステージが選ばれていくんですけど、その各ステージごとで最初から CZ 確定状態、まあ、今警官0人なんですけど、まあ、100人からいきなり始まるみたいな状態になるときあるんですよ、確定 CZ みたいなもので、そこに少し設定差があって、まあそれがまあ1から6で段階的に各ステージで段階的に6の方が確定が選ばれやすいっていう風になってます。でそれがまあ一つの設定6のチャンスゾーンの成功率が高い理由なんですけど、あとねそれ以外にももう一つあるんじゃないかっていうのが、あの有利感の継続非継続でチャンスゾーンの成功率が変わるんじゃねえかっていうのを自分は考えています。で一応今強チェリーかな、赤穴が止まってるので、で、まあ、有利感の継続非継続で、まあ、変わると思うのが、有利感が継続した時の方が設定6はあの通りやすいんじゃねえかっていう。で設定6のデータっていうのを僕は何個か見てるんですけど、まあ、例えば菊丸さんが例えば、携帯サイトで実践してるのとかでも有利感継続した後のチャンスゾーンと有利感リセットした後のチャンスゾーンでかなりね差が出たんですよね、そこのデータに。なので設定6は特に有利感継続した時に通しやすいんじゃねえかっていう。はい、まあこういうことですよね。でまあとりあえずこれで一旦 AT には当選しました。でチャンスゾーンの要はまあ3回チャンスがあって1回でも捕まえれば AT っていうことなんですけど、まあこれ3回目で丸がつきました。でこれがその設定6の恩恵を受けてるかどうかっていうのがちょっと分かんないんですけど、ただ有利感を引き継いでの当たりなので6は通しやすいんじゃねえかなって自分は思ってます。ちょっと分かんないですけどね、これは予想ですあくまでも。で一応ストックを1個持った状態でここで、もう1回捕まえることができたらさらにストックですよね。
はい、これでチャンスソンは終了しました。まあこれ準備はハテナどこでもいいので、とりあえず順押しだけはダメですね。でここで、まあ、7が揃うかレギュラーが揃うか、でまあレギュラーですよと。これレギュラー単発は多分結構やばいパターンですね。まあ比率的にはビッグの方が多いですね。まあ普通に確率を見た上で、一応レギュラーはまあ確率だけ見ると設定1で900何分の1から設定6で650分の1ぐらいだったかなっていう風に差があるんですけど、まあ同様にビッグにも設定差があるので、レギュラーあれだからいいとかっていうわけではないですね。はい、でレギュラー1回で終了ですけど、これで最後にボタンを押すと設定したのセリフが出ます。でこの銭形の目はごまかせんぞっていうセリフ、まあこれで見ると分かるんですけど、まあこれが基本的にはデフォですよね。だからでこれ解析出てないですけど、まあこの4つが奇数偶数での示唆なんじゃねっていう噂で、おそらくこの辺は設定6とかになるんじゃないかな。おそらくはそのうち解析が出ると思うので、まあ、それが出たら答え合わせって感じになるかなと思います。はい、あ一気に200、まあ329から529までいったんですけど、これおそらく400の点ゲーム数ですね。で100以上オーバーしてるじゃないですか今この内部のゲーム数でゾーンから。でオーバーした分で何の抽選をしてるかというと、ストックの抽選をしてるんですね、ボーナスの。なのでその抽選に当選した場合は、まあなんかオーバーキルみたいな演出が発動して、まあ分かるようにはなっています。なんだっけな、オーバーなんとかっていうのに多分出るんで、まあとりあえずストックは確定になりますね。それで当選すれば一応それも設定差あるんですよ。何ゲームオーバーしたかでストック期待では変わるんですけど、段階的に差があるので、これも出れば出るほど推測要素としてはプラスになります。復活、はい、で、はい、全体で144ゲームで内部が545で、おそらく400のゾーンですね。さっきのオーバー分でそこを取れてた場合はこの告知の前の時点で多分分かるはず。なのでおそらくストックは取れてないっていうことだと思います。これは今現状有力感は継続です。でこれも有力感継続してるので通しやすいんじゃないかなと思うんですけどね。はい、で最後がこれ熱いですよね。でこれ赤7が止まると基本熱いですね。はい、まあ、現状有力感継続時は 2-2 で通してるって感じですね。携帯サイトで菊丸さんがやってたやつは確か10分の8ぐらいの成功率だったんですよ、継続時が。なので今日ここで有力感継続時に通しまくったとしたら、
もしかしたら揺れが継続時だけ設定差があってリセット時はほぼ一律みたいな可能性もありますね。キクさんの設定6のデータを見たときに揺れがリセット時は失敗が多かったんですよ。なのでちょっと今日はねリセット時と継続時でどんぐらい差が出るのか見ていきたいですね。初ビッグなるか。ならず。おい、このパターンもある。はい、これで、まあ、ビッグですね。レギュラーと見せかけてのビッグ昇格パターン。はい、はい、初ビッグ。はい、ではビッグ中はまあ設定推測できるところは特にないですね。うん、ただあの強チェリーとか、まあ、他のレア子役でもそうなんですけど、ここであのゼニガ短縮をバンバン獲得して次の初当たりにつなげることができるんですね。なのでレア子役を引くのは意外と大事です。はい、はい、3ゲーム連チャレンジ。3ゲーム連チャレンジは、まあ、最後の方に、まあ4号機の3ゲーム連するかどうかのあの懐かしい演出が見られますね。成功したらもう一発ピック、そこそこ成功します。設定差はないんじゃないかな。出玉性能に関する設定差っていうのは多分ほとんどないと思っていて、まあ、ちょっと前の、まあ、リゼロタイプみたいな感じで弱 AT とか強 AT があるとかないとかっていうのはその、まあ、弱 AT っていうのはないと思ってます。基本的にはゼニガタに関しては。なのでピックを引いてしまえば1ゲーム連する機体でもほぼ変わらないと思うし、例えばまあレギュラーからの昇格とかもそういうのは差がないと思っています。ただ一つね、もうボーナス確率が出てるんですけど、フジコボーナスとかあと通常時の特報っていうんですかねっていうものが、まあ、一応プレミアムフラグじゃないけどもそういうのはあるんですけど、それ系が設定6は引きにくいんですよ。そっちのプレミアムフラグ系は引きにくいですね、設定6は。なので仮にそういうものを引いてしまった場合はちょっと推測要素としてはマイナスになります。でここから3ゲーム連チャレンジ、もうこれ完全に4号機の銭形ですね。なのでチャンスアップとしては裸足とか、まあ、チャリ乗ってるとかそういうのがチャンスアップになるんですが、ノーチャンスアップかな今回は。でダメ、はい、で402枚でセリフ、地道に進める所存です。はい、これ今前兆始まったんですけど、めちゃめちゃ変なゲーム数で始まってあれって思ったんですよ。でゲーム数見たら304じゃないですか。なのでこれ多分実ゲーム天井に多分かかったと思うんですよ。でこれがね多分ね設定差があるんですよね。で一応その実天井の
振り分けっていうのが3つあって、その180ゲームの天国のところで当たるやつと300と、あとは680ぐらいっていうのが、まあおそらく680っていうのはもうその999の天井行っても680ゲームまではまんないんですよ基本的には。だから大体はそれが選ばれてるんですよね。で300とか181のゲーム数におそらく差があると思うんですよ。でそれが結構その謎当たりっぽい感じで当たるから、そこに設定差があるんじゃないかと自分は踏んでます。ただどれぐらいの数値になるのかっていうのが分かんない。なのでちょっとこれが何回出たら使えるっていうのは言い切れないんですけど、ただ現状今設定録を打って1回出てるので、現実的に出る数字ではあると思います。ただねどうだろうな、なんかイメージ的にはその出たらかなり期待できるよっていうタイプの設定差だと思うんですよね。ということで、まあ、これが実ゲーム数の300のところで当然ですね。さてジャンストーンがこれで3回目ですね。そろそろね、入力感リセットされるんじゃないかな。はい、ここでリセットですね。で、入力感リセット時は成功率が低いんじゃねっていう話。その成功率がまたね、どれぐらいになるかっていうのが分かんないですけど、おそらく引き継ぎの方が当たりやすいと思いますよ。まず1人目、次元は ダメ、厳しそうですね。まあ失敗でしたね。はい。ということでこれ300での実戦場が2回目ですね。これやっぱこういうのが、こういうところは6っぽいのかなっていう感じがしますけど、まあどれだけ設定差があるかっていうのは謎ですけど、これが多分設定差があるやつだと思うんですよ自分は。最初から100になるやつね。このパターンはプラスのトライで OK です多分。チャンスゾーンに関しては、まあ途中で話もしましたが、有利感リセット時と引き継ぎ時でおそらく成功率は違いますね。ただ基本的にはまあ、100枚で終わるので、このパターンがあったか。昇格ゼッツパスタートです。パチマガセロマガ TV、 パチンコパチスロ動画3500本以上、ガチンコ実践もバラエティ企画も信頼情報も満載。あなたの見たい動画がきっと見つかる。パチンコパチスロ動画見るならパチマガセロマガ TV。